直近の調査で20代男性の実に約4割が交際経験がないと答えました。このことについて町の人はどう思っているのか聞いてみました。あ、すみません、すみません、すみません、リマリダイヤモンドジョズ、あ、ダイヤモンドジョズではなくてですね、ああ今インタビューをしてるんですけども、レイビーバックファイト、あ、インタビューです。町の人にお話を聞いていてですね、そんなことでいちいち止めるんじゃないよ。すみません、何なの。直近の調査でですね、20代男性の約4割が女性との交際経験がないという結果が出まして、まあどんまい。ご年齢は49。今までに女性との交際経験はありますか。世の中には聞かねえ方がいいこともあるって覚えときな。それはつまりないという。やっぱお前今しんどくか。失礼しました。ちなみにこの原因として何が考えられますかね。うん、まああれじゃねえの、なんか男がデート誘ったりすんのだらけちゃってんじゃないの。もっと勇気を出して男が行くべきだということですね。まあなんだ、あ、その忘れた、まあいいや。この結果についてどう思われますか。この20代の恋の向こうにカップルがあるから男が生まれるのか、男がいるからカップルがあるのか、夢が先か人が先か。それはどういう。男が夢を追えば温かな幸せや愛するものを失う人々の涙が流れる時もある。どうすりゃいいのよ、答えなんてあるのかよ。元海軍大将 Z は無理やり答えを出したのよ。答え？カップルが消えれば男も消える。雑な考え方だよな。俺は独身だが Z の行く末を見届けようと思う。しかしその先はどうすればいいのかわからねえ。あ、独身だったんですね。あらららら、少し喋りすぎたかな。残念、もう少し利口な男だと買いかぶってた。ありがとうございました。おう、じゃあな。ありがとうございました。みーはみー、えー